はい、皆さんこんにちは。りなでーす。だかです。ヘッティブログでーす。今日はたかがやっといろんなビールをテストするドイツビールを飲んでいきたいと思います。地下1階に30本ぐらいのビールがあるので、うん、まずは見に行きましょうか。それは全然もうやりがちでな、あ、さよならー、まだ喋ってましたけど、はい、やる気すごいね、たか。じゃあ案内します。はい、こちらになりますけど、10本ぐらい、10本も飲んだらペロペロになっちゃうから5本ぐらいじゃない。5本、白ビールとか黒ビールとか。ちなみにすごくない、冷蔵庫の中30本以上常に冷蔵庫にビールを冷やしているのがドイツ流ということで。ノー、違うよ、それはタカのために買ったビール。そう、いつもね、レナの両親は俺が来ることをビールで待ち受けてくれているので。そうだよ、タカのことが好きだよ。ありがとうございます。それでお、UR バイツやんあるじゃん、白。これもちょっと飲んでみたい。あ、エアディンガーもある、ここにもう1本。あ、これもバイスビア。あ、これも飲んでみたい。いや、タカ、10本になっちゃったよ。お、グストゥル、これ飲んだことない、これも飲んでみたい。タカ、よし、一旦上行こうか。これがババリアですビールをポッケに入れていや、これまあね、これはババリアスタイルだと思うよ。ママ爆笑いや、これはおかしいよ。これはワインババリア。説明すると、これは全部ワイスビアで、これは全部わからなくてこれは今期間限定のビールで、ここがヘレスと、ここがドンク、ダークビール。じゃあこっちから白ビールから黒ビールにかけて、そう、今何本ある？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 本。はい、だからダークビールの一つとヘレスの一つと期間限定の一つとワイスビールの一つと、これも飲みたいな、このポンタケ。じゃあこの5個。じゃあ白ビール、わからないビール、期間限定ビール、ヘレス、黒ビール、はい、飲んでいきましょう。ちょっと準備完了しました。で、どこから飲んでいいですか？力飲んだ方がいいんじゃない？強いから。じゃあこっちから行こうか。こっちの黒ビールでは、これ私は好きなやつだよ。アサンボック、ドンクラドッペルボック、だからダブルの、うん、ダブル黒ビール感じがあるよ。 7.3% パーセンテージ高っ。これちょっと低い方で 6.9% めっちゃ高いじゃんで、これなんかわかんない、クラフトビール的な、うん、1756年からやってる。すごいね。あ、ちなみにドイツのビールって日本みたいに大きなビール会社があるわけじゃなくて、いろんな町にビール工場みたいなのがあって、クラフトビールが基本的には揃ってますよね。日本みたいにアサヒ、キリン、サッポロみたいなめっちゃメジャーカンパニーはないです。なのでこういうクラフトビールをそれぞれの町、村が作ってて、それが出してるって感じ。だからこれも全部そんな感じだよね、多分。はい、じゃあこっちのもっか。そうだよ、ういどうぞ。1本目、ちょっと入れましょうか、色が分かるように。そうだね、こぼさないように。あ、めっちゃ黒だ。うわ、めっちゃ黒だ。本当に黒ビールって感じだね。これは絶対好きじゃない。今飲むのはこれなの。ちょっと前に出してみますね。これレナから飲んでいいよ。どんな味か。あ、でもいい匂いする。あ、でも苦い。あ、好きじゃないか。あ、香りいいね。お、あ、これは黒ビールの中でも苦い方だね。ドイツで僕いろんな黒ビール飲んできたけど、その中でもかなり苦くて、スモークの香りがすごい強い。そう、他のダークビールはどっちかというと甘い、うん、そうだね、甘さもあるダークビールが多いんだけど、これは本当にビターな感じ。うん、美味しい。なんかスモークされたサーモンとかに合いそうスモークサーモンと多分めちゃくちゃ合うと思う。あれだよ、タカが、あとスモークアーモンドとかね、ビールソメリエのなった方がいいかもしれない、資格を取った方がいいかもしれないよで、次がどれ飲みましょうか。ヘレスで、この2つはヘレスなんですけど、これを飲ませたいです。なんでかというと、あ、名前がめちゃめちゃいいよ。ヘレスってちなみにどういうビールなの？わかりません。ヘレスとワイツの違いを調べて。お、書いてある。ヘレス、
とは主に南ドイツとも呼ばれるドイツのバイエルン州、まさにここだね、はい、バイエルンミュンヘンがあるところで製造されているビールのスタイルですと、うん、明るい金色でピルスナーと同じややホップの香りが抑えられており、より多くの麦芽の風味が含まれています。だから日本っぽい、日本っぽいかもしれないね。だからピルスナーに近いっていう感じなのかな、うん、味はと言ってる。ヘレス読んで。アッシャンケン、アッシュレッケン、アッシュレッケン、わかる？わかんない。アッシュわかる？アッシュわかんない。お尻、お尻レッケン、あ、うん、うん、お尻を舐めるというビールだよ。じゃあお尻の味がするってことだね。これもちょっと飲んでみましょうか。色が気になるね。はい、あ、ヘレスだから明るい、これね、ヘレスという名前だよ。あ、ドイツ語で明るいって意味なんだ、ヘレス、うん、あ、本当だ、小麦色だね。日本のビールの味に、色に近いかもしれない。ちなみにこのパーセンテージ、さっきのパーセンテージ見た？ああ、そうそうそう、6.9%、さっきの黒ビール。はい、これは 5.2%。 5.2%。 なんか意外といける。なんか全然、日本のやつより全然美味しいよ。飲んでみますね、ヘレス。なんか、香りはね、全然苦くない。香りは本当にない感じ。なんか、すっごい飲みやすい。薄い。味が薄いね。あ、でも日本のビールに近いかなと思って飲んだけど、日本のビールとは全然違う。日本のビールのは もっと麦の香りがするし、これは薄いね。水みたいなサラサラしてる感じ。あ、でもね、これはこれで一日中夜朝までずっと飲み続けるんだったらこれがいいかもしれない。いや、なんかすごく暑いあの夏の日にビーチで飲むのいいかも。そう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 、こうカーッと、そう、そんな感じのビールです。美味しい、ヘレス。びっくりした。次は？だからこれはマイボックという5月にしか作ってないビールです。ボックは基本的にビールがあのパーセンテージが強いという意味です。あ、そうなんだ。こっちもボックでしょ？本当だ。アサンボック。だからこれも 7% のビールです。7%。 すごいじゃん。はい。この作ってるブルーリーは1543年からビールを作ってます。だからレナのマーク・シュバーベイにもブリュワリーあります、うん、そこのビールめちゃめちゃ美味しいです。あのレストランで併設されててドイツ料理とビールが食べれる、飲めるんだけど、うん、めっちゃ美味しい。だからマーク・シュバーベイに来た時はあのドイツのビール工場、うん、ぜひシュバイガン寄ってみてください。本当美味しい。これマイボック、はい、はい、では開けていきましょうか。5月でしか作らない。香り、色、あ、これもでも金色だね、小麦色だね。見るかどうかで、うん、で、日本みたいにあの泡があんまり立たないね。日本だとさ、こう入れるとさ、こう泡がふわ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 ってなってくるけど、泡立たない感じ。 7% なんか私、ビールに慣れたかもしれないよ。好きになってきた。香りは薄い。気をつけて、あの酔っ払うよ。香りが薄くても 7% だね。いただきます。おお、全然違う。うーこれはでもね、アルコールの強さ感じるわ。最後に香りがふわって抜けるときにアルコールの香りがツーンってくる感じ。あ、だからアルコールの香りが好きでビールが好きな人はこれめちゃくちゃいいかもしれない。日本のビールとも違う。違う、全然違う、うん、でさっきと色一緒でしょ、こっちとこっちって。あ、似てるけど、こっちはかなり水っぽかったけど、うん、こっちはビールっぽいしアルコールの最後香りがこうふわってくるから美味しい。ただ 7% なので気をつけて飲まないとペロッペロになっちゃいます。はい、はい、続いてで、次にこれを飲みます。これはナトゥアトゥイだから、色があのクリアじゃなくて。ちなみに珍しいよね、日本だとあんまりこのさ蓋のスタイルないじゃん。今までこれ開けてきたやつってこうプシッってできるけど、栓抜きがなくても開けれるスタイル、あとまた閉めれるスタイルね。では開けてみましょう。ちなみにアルコール度数は 5.1%、 この中ではかなり一番低いね今のところ、うん、でも 5.1% いきますよ。こっちから親指でプッと押すと開けます。いきます。あ、びっくりした。
シャンパンみたいなポーンってなるね。で、これちなみにここでこうまた閉めれると。そうです。戻してもう一回もう完全に閉まりましたね、今。そうそうそう。で、もう一回ポッていかない。あれ？そうそう。ポッまずどんな色か気になるよね。いきます。色は全然違うと思います。お、ちょっとダークっぽいぞ。キャラメル色かな、うん、ダークと白の間。こう見ると動画的にはダークっぽいね、うん、黒ビールっぽい。でもこれほどダークじゃない。そう、これとこれ比べると全然違うけど、こっち本当の黒ビール。はい、どうぞ社長。私酔っ払ってきたい。どうですか社長。あ、香りしないわ。香りしないのか酔っ払ってきて鼻がバカになってるかどっちか分かんないけど。鼻がバカになってるよ。香りはしない。する。いただきます。ちょっと甘さがある。ちょっと甘さのある黒ビールって感じ。なんか甘みが来ない、最初に。甘みがふわーんってきて、その後に黒ビール特有のなんかこう燻製の香り、スモークな香りが来る。あ、でもこう見て、こうやって揺らすとめっちゃ香り来る。香り嗅いで。でも揺らさないで。ビールは揺らすものじゃないよ。おーおおおおあのまま。おお、香りがめっちゃいい。いや、だからやめて。あの、ワインじゃないよ。You wanna try? No. ダークほど濃くはない。うん。だから中途半端な味って感じかな。で、最後はこれ全部ワイスピアだけど、うん、何がいいかな。ちなみにこのね、エアディンガーってこれ書いてあるんですけど、うん、エアディンガーって書いてあるんですけど、レナの生まれたマークトシュバーベンの町の一個隣の町で、ビールがめちゃくちゃ有名な町で、エアディンガー、うん、ぜひ皆さん見つけたら買ってみてください。で、これもダークのワイスピアで 7% がいい。どれ、どっちにしようかな。これかこっちがいいな。こっちがいいと思いますか、皆さん。もう決めれないよ、皆さん。まあでも決めるのは僕たちですけど。じゃあ選ぼう、行くよ。どっちがいいと思うか。せーの、お、一緒や。よかった。はい、UR バイツェン。ウアバイツェン。ユアウアバイツェン。UR、UR で R じゃないよ。もう日本人ですか。皆さんお気づきでしょうか。日本の UR の CM を覚えております。UR バイツェン。ではいただきましょうか。で、ちなみにワイスピアは、うん、コップに入れないと飲めない。瓶のまんまで飲むとめっちゃまずいらしいです。うん、泡が多分ボコ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 ってなっちゃう、うん、からぜひコップに入れて。バイスビアちなみに白ビールですね。はい、バイス。そう、泡がいっぱい出てくるでしょ。だ、日本っぽいよね。色は白ビールと言いつつ白ではなくて、黒ビールと普通のビールのアイノコぐらいの、ちょっとダークっぽい。もっと白っぽいバイスビアもあるんですけど、これはちょっと黒白ビールって感じだね。ではどうぞ社長。社長からバイスビアが期待。バイスビア、なんかビールに慣れたかもしれないよ。私飲めるようになってきたね。うお、もうバイスビールだもんね。香りが、香り独特なんですよ、バイスビールって。ちょっと甘い香りがする。うん、ん、典型的な白ビールの味がする。これは本当に白ビールのちょっとフルーティーでお酒の強い感じだから、スイートビールって感じじゃない。なんかスイーツみたいな感じじゃない。甘いから、この中で言ったらもうダントツ甘いじゃん。でも全部今飲んだやつは全部日本と比べて苦さない。うん、全部。そう、苦くない。そのレナのママとパパにビール飲んでもらったじゃん、日本の、うん、で、2人とものコメントが両方とも苦いだったじゃん。だから日本のビールは苦いんですけど、こういうビールは全部苦さは控えてあって、それぞれ独特の香りがするって感じ、うん、で、これは特に香りが強くて甘いフルーツの香り。ほんとだ。え、たかが合ってたよ。おい、信用しなさい。アロマって書いてある。うん、香り、ドライフルーツ。ドイツに来て何本ビール飲んだと思ってんの。1日3本ぐらい飲んでて、10日間来てるから30本ぐらいは飲んでるからね。だからさ、ドイツのビールこんだけいっぱい飲んで、この後帰国して日本でビール飲むと多分薄いって思うだろうね。薄くて苦いっていう、香りがなくて苦さがあるっていう、うん、まあそれは俺日本のビール大好きだからよかった、ね、それはそれでいいんだけど。いや、よくない。では今5本飲んできましたが、じゃあどれが一番、ランキングつけましょうか。難しい。これ一番飲みやすかった気がする。あれなの、一番これ、うん、一番苦手だったやつは、
これ。マジで、うん、なるほど、もう俺と全然違う。あ、そう。俺の一番はやっぱりバイスピア。ああ、よかったね。香りがちょっとフルーティーで甘さがあって、2番目はデュンケル。スモークの香りで燻製のなんか漬物とかサーモンとかに絶対合う。これ2番。一番この中でまあ次は飲まなくていいかなって思ったのはヘレス。つまんない。味が薄いあの水なビールって感じ、バドワイザーみたいな感じ。ああ、はいはいはい、サラサラした感じ。だからこれが一番ちょっとつまんない味かなって個人的には思うかな、うん。で、マイボックはアルコールの香りが強すぎるかな、俺には。そうなんだ。これちょっとね、白ビールと黒ビールの中間って感じのするイメージは。だからレナと、日本人の僕と外国人、ドイツ人のレナで全然違うね、ランキングが。ただそのバイエルン州とか南ドイツに来たらぜひ飲んでもらいたいのはやっぱりこの白ビールですね、バイスビア。おー、これ。はい、ということで今日は10本用意して5本飲みました。まだ残ってるけど、この後全部飲みたいと思います。やっぱいことになるよ、取った方がいいかもしれないよ。そうだね飲み終わった後の僕を取ってくださいベロベロになってる可能性があります。はい、この動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ちなみに日本のスーパーとか行ってたまに見かけますよ、ドイツのビール。ドイツビール、ぜひ皆さん今日紹介したやつ1本でもあったらトライしてみてください。ないと思うけど、それ以外のドイツビールもあれば、うん、トライしてみてください。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。